あ、こんにちは、ミサトーストリッチファームのともちゃんとポニタンです。今日はチョコエッグ、チョコエッグを作っていきたいと思います。はい、これ型ですけどね。そう、買ったんですよね、型だけに。あ、うん、ダチョウの大きさのチョコエッグを作ろうってことで、はい、頑張っていきます。作っていきます。はい材料はホワイトチョコレートにしました。いっぱいあります。これが一番外側で、次にこのちゃめのチョコがこうマトリョシカみたいに入ってて、でこの中にマーブルチョコを入れようということにしました。はい、うまくいくかな、楽しみですね。はい、はい、料理してこう作っていきましょう。はい、ではチョコレートを砕きます。ホワイトチョコってさ、うん、カカオが入ってないんだったね。あ、ね、入ってないですね。そう、この間知った。買いに行って改めて見て気づいたんですけど、うん、ホワイトチョコの方が高いと。あ、そうなんだ。そう、なんでだろうね。これで最後です。はい、いいね、チョコを粉々にするって。うん、んはい、チョコ粉々になりました。なりました。わーい、湯煎をして。次は湯煎の段階です。でも量が多いので時間がかかる。かかりそう。よし、はい、はい、では湯煎完了。第2段階に移ります。はい、まずこのちっちゃい方に塗っていこう。怖いな。これでも鶏卵よりでかいね。そうだね。何の卵だろうね。エミューかな。エミューってこんな感じなの。これとこれの間ぐらいがエミューな気がします。よし、ではいきますよ。はい、はいはいはい、怖いな。あ、入れちゃいましたね。入れました。もう戻れないぞ。はい、ここでぬりぬりじゃね。そう、ぬりぬり。で、なんか結構厚めに塗るのがポイントらしいです。なんか食パンにマーガリン塗ってるみたい。そうそうそう、難しいな、これいけんのかな。いいね、ここの部屋のある程度の寒さがそうそうそう、いい方に。真夏じゃこれは絶対にできないと思います、ね、できないね、確かに固まらないよ、うん、やっぱりチョコ作りは冬にするもんだですね。はい、1個目ぬり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 。これを買ったサイトにはね、簡単にできますって書いてあった。大丈夫かなめっちゃ不安じゃん。はい、氷水。あ、でもすごいなんか固まってきてる。口の部分をもうちょっとだけ厚くしたいんですけど、うまくいくかな。いっか。はい、これで、はい、内側完成完成。さて、運命の出るんでしょうかね、このまあ、とりあえず1個目からいきましょう。はい、なんかあれですね、動画のコメントに、うんうん、エミューとダチョウは何が違うんですかってコメントがありました。でも近い親戚みたいな感じなんですよね。早鳥類でしたっけ。そう、早鳥類。同じグループの中にいて、ダチョウの方がまずでかい。あと足の指の本数も違う。あ、そうそう、エミューは3本です。あとなんだろうね、卵の色も違う。あ、そう、違う違う。生活も違うね。ダチョウは砂漠とかサバンナに住んでるんですけど、エミューはオーストラリアの森の中。そうそうそう。だから卵は緑色なんだ。そうなんですよ、青緑。なんか本当に物によって本当青くて綺麗なやつもありました、前見た時。チョコエッグの工場とかちょっと見学してみたい。したい、したいてか、そう、ダチョウのチョコエッグ作ってくれませんかって言いたいですね。うんうん、で均等に中身をツルツルにするのは本当に難しい、ね、難しい。はい、こんなもんじゃないかな。よし、はい、2個目。2個目、よし、いいんじゃないかな。はい、2つ目も完成。はい、はい、引き上げます。はい、ヤシの実終わるとこんなになってますさて、これで冷蔵庫をもう一回整理して入れましょう。はい、はい、では固まっているかどうか見に行きたいと思います。イエイ、はい、いや、美味しそうまずはちっちゃい方からかな。では見ます。はい、運命の。あ、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 お、怖え、あ、いい感じかな。わかんない、ここからが正念場です。怖いな。いいよ、来たんじゃないか、これは。あ、いいですね。すごい。綺麗。よ、こんな感じ。あ、ツルツル。でもめっちゃ割れそう。怖いです。思ったよりもうまくいった。けど、この接着面がちょっと。思ったよりも、この型で硬くできたという。うん、はいはい。やった。形になるかね。慣れてきた時が、あう。お。恐ろしい。おお。やきたー。やきたきた。うわ。はい。でかい方ね。はい、はい、行くぞ。いやー、あ、あ、息が止まる。止まっちゃう。むきっ。ぷりっ。
あ、いいねいいね、プリって笑わせないでください。あ、綺麗だよ、すごい、本当にダチョウの卵みたい。よし、おーさあ、はい、あ、すごい撮ったぞ、すごいツルツル、いいね、いいね。さて最後の1個ですね。終わり、わずけりゃ全てダメ、はい、やめて待って、もうダメです。いけるいける、今回コニタは何もしておりませんが、なただ応援しててください。怖いよ、超怖いよこれ。むにゅっとね、むにゅ、パキ、やめて、パキはダメパキはダメ、いやー綺麗よ、パキはダメ。あ、すごいね、ツヤツヤだ。あ、でもなんか若干薄くなってるから気をつけてね。やめて、はい、はい、ちょっと透けてるね、ください。いいですね、はい、できました。中っ面はあーですけど、あ、外っ面はツヤツヤですよね。ではこれをドッキングしていきましょうか。この中にマーブル入れるんですもんね。ですね、はい、そのさ、え、それで割れない、その衝撃で割れたら受けるんだけど怖いこと言わないで。あー、いいですね、割った時に出てくるね。あ、キャッもう怖いよ、マーブルチョコめっちゃ怖い。はい、あー、まだ終わってませんからね。でも半分ぐらい終わった気分です。さっき言ったじゃないですか、終わりダメなら、ダメなら全てダメ、やめて、いけなくもない、いけなくもない。怖いですね、そのマーブルチョコレートホワイトチョコのカスが飛んできましたけど、これで隙間に埋めよう、埋めよう、埋めよう、きれいにしていこう。え、でもこれをきれいに塗れればこっちのもんですね。ですね、はい、いきます、レッツクッキン、うん、難しいね、これやばくない、難しくない、怖すぎるよ、口開いちゃってるもんね。ね、完全に閉じてなくてもいいんちゃう、美しい断面が台無し。あ、待って、これ溶けたさ、うちのチョコがあったかいからさ、だんだん溶けてきてる、やめて見て、後ろからこんにちはしてるのマーブル出てきたやめて、出てこないでくれ。冷蔵庫に入れた子が戻ってきました。よし、では中に入れます。おりゃ、あ、こっちかな、おや、こわ、バキッと、いかないいかない、エッグインエッグにしました。はい、で蓋を、怖い、怖すぎる。3、2、1、合わない、あ、なんで合わないんだろうね。ね、同じ型で作ってるんですけどね。そう、どうしようかな、なんか正面ホエールに見えてきた。静かに今圧をかけています。やめて、下に垂れると溶けるでしょうが。あ、でもなんかさ、もうこの お皿相まって砕け散ったホワイトチョコのかけらたちが宇宙みたいじゃん、うんうん、あ、ちょっと神秘的な感じで、継ぎ目は美しくありませんけど、目がいいでしょ。あ、綺麗ですね。うん、表面はね、うん、オイルオイルに見えるでしょ。見える、塞がれもう見えれする、どうしても口が塞がりません。塞がってもなんか開いちゃう。それがね、開いた口は塞がらないってやつ、ね、お、綺麗じゃん、ここ塞がったぞ。いびつだけどつきましたよ。ということでこの子を冷やしましょうか。ここが一番怖くない？このですねはい、では完成しました、チョコエッグ。ちょっとね、いびつですけどね。あ、でも表面はこっち側はね、良い。継ぐのがすごい難しかったね。難しいですね。こう本当はもうちょっとピタッとギュッてやりたかったんですけど、はい、比較、比較、はい、大きさはなんか同じぐらい、同じぐらいだよね。若干細長い、まあ、でもこんなやついますよね。いますいます。色もいい感じ、まあ、ぶっつけ本番でやった割にはいいかと思います。形にはなりましたかねじゃあ割ろうか。じゃあ、コニタコンコン係を。はい、コンコンします、はい、お願いします。おう、硬い？硬いよ。この継ぎ目が硬いんじゃない？あー、ちょっと薄めのところからいく。あれ、意外と丈夫だね。うんうん、へこんでますけど。もうちょっと強めにいっていい？うん、いきます。はい、せーの。お、むにょ、おお、むにょってるよ、ね、あ、なんかカラカラいってますね。全然、あ、おお、おお、いいんじゃない？はい、はい、中には
卵。エッグインエッグですね。カナダちゃんの卵ないですね。いますよ。はい。わーい。そう、チョコエッグなら、ここにおもちゃのカプセルがあるようなもんですけど、ね。あ、ちょっと穴が見えた。どうぞ。いきまーす。ほら、意外に硬くない？硬いね。パキッといかずになんかむにょっと。そうそうそう。お、中のマーブルが暴れている。え、ビクともしない。おおお。あ、あ、パキッと。パキッと。おお。卵。こうなって。いいですね。ね、でもこれ本当に卵に見えるよ。表面は綺麗なんだよな。ここだけですね。マーブルチョコ。入れてました。いただきます。ちょうどいい具合に割れてますね。硬いね、意外と。でしょ？ちっちゃい方が意外と硬かったですね。板チョコ7枚分ですから、1日で食べたら大変なことになっちゃう。なるなる。うん。作ってみてね、難しい。作り方が合ってるかどうかそもそもわかんないんですけどね。もうちょっと厚塗りと2度塗りぐらいかな。うん。固めてもう1回塗ってとかやったらよかったかもしれない。次回はきっともうちょっとうまくできる。ね、薄いかと思いきや。場所によっては分厚いですね、これ。本物より分厚いね。こんぐらいじゃない？うん、ちょっと厚いめのやつで3ミリぐらい。あ、でも前このぐらいの厚さのやつ見たことあって、めちゃくちゃ重たくて硬いんですよ。それがなぜかね、分厚かった。厚かったの割れの苦労してるだな。これだけ分厚いとね、皮は難しそうですよね。確かに出てこれない。はい、というわけでダチョウのチョコエッグを作ってきました、はい、結果はこれはどうなんでしょう。いや、でも初めてにしては成功なんじゃないですか。一応形にはなりましたかね。う、うん、あとはどうやって継ぐかですね。ね、ピタッと本当の卵みたいに美しくできることを目標に。市販のチョコエッグ、うんうん、商品化したいですよね。したいですね、これね。そう、お土産にしたい、うん、ということでね、皆さんも機会があればチョコエッグ、うんうん、チャレンジしてみてください。チャレンジしてみてください。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。チョコレート、チョコレート、チョコレートは明治。チョコレート、チョコレート、チョコレートは明治。チョコレート。よいしょ。キャー！ちょっと。